こんにちは、のんびりです。スプリングはずかみ、春が来た。ただ、異常気候のせいなのか、寒かったり、暑かったり、晴れたり、降ったり、今年は新しい苗を植えて期待しているイチゴも、こう一つといった生育状況なんです。まだ始まったばかりなので、成長の悪い、いびつな花はもいでやろうとカメラのモニター見ながらカットしてたら、の素人、言わんこっちゃないって話で大切な綺麗な花をカットしてしまいました。大損失です。目的はこんないびつな花の撤去です。これです、これなんですよ。これじゃない。4月に入り、しっかり花が咲き始めました。大きな花が咲けば期待も膨らみますが、庭の周りに蝶々などの花粉をツンツンする昆虫が全然見当たらないのです。人工授粉しなくては考えながら観察していると、今は必要のないランナーが目に入りました。この時期のランナーはただ単に栄養泥棒ですから、見たらカットです。栄養泥棒、いいですね。この花は大きな果実になりそうです。今日は天気も良く、絶好の受粉日より、午前9時過ぎで時間もいいです。で、受粉用に綿棒をほぐそうと思ったら、これですよ。カチカチ山です。氷炭風で耳垢取るには良いんでしょうが、手間でした。今年初めての受粉です。でも見るからに不発の予感です。うまくいってるなと思われる時には、もっとソフトぽくって、何か黄色ぽくって、表現難しいですけど、見るからにうまくいってないように感じます。天候不順のせいですかね。みんな頭を垂れて疲れたって感じに見えますよ。今日はダメですね。空振りっぽいです。今日は受粉は諦めて、伸び始めてきたランナーを取り除いていきます。まあ成長力がすごくて、1日で10センチメートル以上は軽く伸びてますね。引っ張って根元から抜いても良いらしいのですが、本体も一緒に抜いてはいけないので切ります。収穫後の夏場過ぎから伸びるランナーは来年の苗になるので大切に伸ばしていくのですが、収穫前に出てくるランナーはただ単に栄養泥棒です。万が一ですよ。今年の果実がダメ、いや言いたくないですか。ダメでも来年の苗は確保します。狭小地の他の様子を見てみます。日陰が原因で育たなかった芝の上の棚を移動させました。柿の木は毎日見るのが楽しみです。葉っぱの存在がこんなに変化するんです。まだ正式な存在がわからないものらしき木、毎年このように花は咲くのですが、しっかり新芽が出てきました。今年の目標は数量で欲を出さず粒を大きくするです。6鉢あるのですが、ほとんどが狙うや、まだ発達途上、生育は目を見張る速さです。桜切るバカ、梅切らぬバカって言いますよね。さくらんぼは切るんでしょうか。切ったのですか。今日剪定のイチジク、やっと芽が出ました。伸び出したら早いんですよ。去年初めて数個収穫できました。今年もしっかりつぼみが出て期待大です。ホームセンターでスイカの苗を買いました。すでにスイカとメロン用に40リットルプランターに土を入れて準備はできています。土の層は一番下に軽い石、その次に粗い土、上に細かい土と3層にしてます。水はけは良いと思います。問題は土の栄養分ですね。酸性、アルカリ性もあるかとは思いますが、こちらは難しすぎるのでパスです。
表面の細かい土には培養土を少し混ぜてやりました。油かすも土壌改良に良いとか聞いたので気まぐれで混ぜてみます。これは表面に軽くでよく、根元には巻くなと書いてあったので注意します。やはり最後にはこれを混ぜたくなります。苗の段階で肥料のやりすぎは良くないのではないのか、そこ考えますか。それ以上に痩せすぎの土ではないのかという心配が先に来ました。失敗しよう。中心的な土は1年間休めてた土なのですが、その間に腐葉土とか混ぜてやったり、何か対処法はあるんでしょうが、何せど素人なのでほったらかしです。でも何とか土の色合いも良くなった感じがします。単なる気休めでしょうか。今年も去年と同じ赤子玉を買いました。この育てやすいって言葉に去年も乗せられたのですが、今年も乗せられました。収穫時期はいちご収穫の後なのでちょうど良い感覚です。苗の植え方に特に注意する点はなさそうなので気楽に植えていきます。基本でしょうから根は少しほぐしてやります。この時が一番楽しいです。希望だけで結果を見てないから。去年の失敗は受粉から収穫までの日数把握ができてなかった。今年は確実に守ります。あとは下から染み出てくるまでたっぷりの水を散水します。かなり乾いていたのかなかなか出てきません。やっと出てきました。これでとりあえずは大丈夫でしょうか。これで終わりではありません。40リットルプランターは重たいので出し入れできません。去年と同じようにビニール屋根を取り付けるのですが、何か間違ってるような気がします。ちょうど良い穴があるのですが、ここに刺してはいけないような気がします。違うぞ。去年の YouTube にアップした動画見てきました。雨風に吹き飛ばされないようにしっかり土の中に潜り込ませてました。家庭菜園用のグリーン棒で固定すれば骨組みの完成です。屋根には去年使ったビニールシート。年金生活者は物持ちが良いのです。止めるのはダイソーで買った洗濯バサミ。2年くらいなら壊れなく持ちます。まあ強小地での栽培ですから、とにかくコンパクトにまとめるのも勝負なのです。見るからにちゃちですが、去年は一度も飛ばされてません。どうでしょうか。良い感じです。どうしても敷きたくなる症候群、藁を敷きます。今年の目標は一苗三玉。頑張るぞ。これで安心です。何が？わかりません。最後に恒例おせち料理についてた祝い箸で添え木をしてやります。朝縄で止めてやりますが、縛ってる時にポキッと折ったりするんですよね。冗談のように。なんとか大丈夫でした。完璧。今年はどうでしょうか。大きくなった時の問題は強小地にいかに鶴を這わせるかなんです。失敗した去年でもこんな感じです。